はいどうも、片ンです、えー。今回は、ダマスカス模様を消してみようと思います、えー。前回、まあ、あまり番手の高くないやつとか、研ぎ汁の出る水を吸う砥石を使えば、まあ、6000ぐらいで研いでも模様は消えなかったですよっていう動画を上げたんですけど、これが、キングの6000。 かなでこれが歯の黒膜20002000はちょっと霞がかった感じになりますかっていう動画を上げたんですけど、まあ、その先ですねじゃあ黒膜だったら何番まで研いだら消えちゃうのかとかそういう動画を作ってみようかなと思います、はい、では研いでいこうと思います えー、想定外のことが起きました。本当は、順次番手を上げていって、どこになったら模様消えるんやろうと見せかけて、3万で研いでも残っとるやんけっていう、まあ、オチの動画を作る予定やったんですけど、えー、少々横着をしまして、こっちは1万2000から3万に研いだんですけど、 ちょっとめんどくさくなって、こっち8000で研いだ後に、12000いかんで、そのまま3万で研いだんですよ。そしたら、なんか、思いのほか普通に模様が残りまして、あらと思ったんで、こっちをもう一回2000で研いでみて、で、3万にぶっ飛ばすっていう、ちょっと荒技。まあ、前回のその、この、 模様消えんのかっていう動画でサンドペーパー800と青棒を使ったんですけどそれを砥石でやったみたいな話ですよねで、まあ、こんぐらい残ったんですよねだから結局この白くなってるのが、まあ、ちょっとどっちなのかわからないですけどた仮に硬い方やとして硬い金属やとして その2線の傷がまだ表面に残ってるから周りが3万で綺麗になってるのに残ってるんじゃないかなと。 まだ、そうっすねこれ模様うん表面化されてる部分がちょっと多くはなってるけどだいぶこれ戻っちゃってるんだと思うんだけどうんちょっとカメラ通すと これ別に全然鏡面になってないんですけど、光の反射で鏡面になってるように見えてるんですけどね。もうちょっと白身がかってるんですよ、これ。あと傷も多いです。で、パッと見、結構、こちらの研いでない側と変わらんぐらいになってるんですよね。ええ。 もしかしたら3万よりも1万2千でやった方が分かりやすかったかもまあちょっと3万ないし1万2千持ってて2万番の砥石を持ってる方ダマスカス模様消していいよって思ったらちょっとやってみてほしいですね ちょっとね、切り刃研ぐのあんま得意じゃないんですごい汚いんですよ綺麗に研げる人で一回やってみてもらいたいかなまああとただこの包丁だからなのかもしれないっていうのはちょっとだけ感じました場合によっちゃこれだけの分厚さの白い模様じゃなくてなんか細いやつとかあるじゃないですか本当に線がヒュヒュ,ヒュヒュヒュってあるような ああいうのだとあまり意味はないのかもしれないとりあえずなぜか復活しましたぐらいの動画にしておきますいや今日もありがとうございました